グレガリナ類は、アピコンプレックスモンに属する原生生物の一群で、無脊椎動物の長官や対抗に寄生する、属中とも言う。昆虫の長官を調べれば、かなりの頻度で見つかる、ありふれた、生物群であるが、研究はさほど進んでいない。これまでにおよそ1700種が知られているが、おそらくその数百倍の多様性があると、考えられている。グレガリナのも傷。ず、 A 無物種類、B 有節類、グレガリナ類は、ガモントが、宿主の細胞外で大きく成長し、単細胞ながら、長さ100マイクロメートルから数ミリメートルに達する、全中上に観察されることが特徴である。ガモントの形態は、非常に多様であり、分類する際の重要な指標となっている。ガモントの形態を大別すると、単一区画の細胞からなる無物種類と、 前節と後節とに区画化される有節類とに区分できる。有節類では核は後節のみに存在している。上皮に接着するためのミュクロンと呼ばれる構造があり、この形態も極めて多様であるが、ここにはアピカルコンプレックスがある。光学顕微鏡観察でミュクロンだけが区画化されているように見える場合は、前節と呼ぶが、 これは見かけだけで実際には区画化されていないことが多い。宿主は無脊椎動物で、特に節足動物が圧倒的に多い。ほとんどのものが単一宿主性であるが、例外的に節足動物と軟体動物の2つの宿主を持つものが知られている。宿主に対して病原性を示すものは少ない。寄生部位は主に長官や対抗である。 アピコンプレックスモンに属する他の原虫と違い、基本的には細胞外で生活しているが、宿主細胞内で生活する時期がある種類も知られている。一般的には上皮に付着した状態で成長し、成熟すると離脱して有性生殖を行う。アピコンプレックスモンの生物は基本的に弁毛を持たず、運動能は限られている。しかし特に真。 グレガリナ類では、ガモントの表面に、多数のシワがあり、これを使って滑走できる種が多く知られている。ハラグレガリナ類では、シワは少なく、滑走ではなく、身をよじるようにして動く。一方、接触様式は、ハラグレガリナ類では、餌生物の細胞質を吸い出すミゾサイトオシスガ種で、あるのに対し、シン、グレガリナ類では、細胞表面に散在する、ミクロポアを用いた、 インサイオーによる。グレガリナ類の一般的な生活感は次のようにまとめられる。オーシストが宿主に摂取されると、腸管内でスポロゾイトが脱出して上皮細胞に付着する。この際腸管以外に寄生する種では脱出後のスポロゾイトは速やかに寄生部位に移動する。メロゴニーを行う種では上皮細胞内で多分裂によりメロゾイトを多数生じて増殖するが、 メロゴニーを行わずに、すぐにガメトゴニーに移るものが一般的である。発達初期のガモントは上皮に付着したまま肥大化し、これをトロフォゾイトとも呼ぶ。これに対して十分に発達したガモントは上皮から離脱する。その後、死由のガモントが体になって一つのガメトシストを形成する連接という現象が多くの種で見られる。 画面と質とないのが門とはそれぞれほぼ同数の画面とを多数生じる。死有の画面とが接合するとスポロゴニーを行い、4つ以上のスポロゾイトを含んだオーシストが生じる。アピコンプレックス門におけるグレガリナ類の位置づけは研究者によって若干の差異があるが、綱または枠を当てるのが一般的である。解分類についてはアピコンプレックス門における 生活感の三大要素のうち、メロゴニーの有無に注目して、以下の三目に分類する。しかしグレガリナ類の分子系統解析は、まだ十分には行われていないため、この体系の妥当性は、今後の検証が待たれる。このうち、真、グレガリナ目については、すでに単系統にならない可能性が示唆されている。ラ・グレガリナ類と、真、 グレガリナ類はメロゴニーを行うという共通性があり、20世紀半ばまではシゾグレガリナメスキセグリゲラニーダレジャー1900としてまとめられていた。実はハラグレガリナメとシングレガリナメの定義は曖昧で、この二群をはっきり区別できる特徴は縮小域のみである。とはいえ21世紀に入ってから行われた分子系統解析によれば、 カラグレガリナ類がアピコンプレックス門の根元付近から分岐するのに対し、シン・グレガリナ類はシン・グレガリナ目のモナシティド類に近縁な位置を占めることから、この二群は区別されるべきものと考えて良いだろう。シン・グレガリナ類はメロゴニーによって個体数を急増させることができるため、縮小昆虫に対する負荷が大きく病原性を示すものもある。そこで、 病害昆虫や媒介昆虫に対する点滴として利用できないか研究されている。ラグレガリナ類は溝細胞質を行うオシスト内に生じるスポロゾイトが4つと少ないなどアピコンプレックスモンで原始的と考えられる特徴を持っている。分子系統解析でもアピコンプレックスモンの根元付近から分岐することからコルポデラ類やクリプトスポリジウムと並んで興味深い。 と言えるクリプトスポリジウムは伝統的にコクシジウム類だと考えられてきたが分子系統解析の結果では典型的なコクシジウム類からは外れグレガリナ類に近縁な可能性が示されているクリプトスポリジウムはアピコンプレックスモンの中では例外的に色素体がないことが示されているが最近になってシングレガリナ目に属する グリゲリーナ・ニファンドローズにも色素体がないという研究が報告された。文献上初めてグレガリ・ナ類を観察したのはフランチェス・コレディだとも言われているがこれは確実なものではない。確実なものとしては R.U. フィリッポ・カブリーニが1787年に地中海の岩ガニの一種から見つけたおそらくセファロエド・ファース・カンフォーミスだと思われるものが最初である。 グレガリナという名は、昆虫学者、レオン・デュ・フールが、ハサミムシから発見した種を1828年に、グリゲリーナ・オバタと命名したことに始まり、ラテン語で、群れているという意味である。当初は特殊化した常駐、または球中だと考えられていたが、解剖学者、アルベルト・フォンケリカーは1845年に、グレガリナ類が単細胞生物であることを示して、原生動物門に移した。 生活感が明らかになったのは19世紀末になってからである。ありがとうございます。